今回はですね、コンプレッサーのお話、これはね、ボスの CS2 っていう古い、ボスとしてはコンプレッサーの2代目になるのかな、 CS2 っていうのがね、うん、でよく初心者さんにはね、コンプレッサーって何するもんですかってね、よく聞かれますけどね、僕はエフェクターの中でもね、コンプレッサーって結構上位ですね、これ好きなんですよ、コンプレッサーってね、うん、まあ最近はねあんま使いませんけどね、うん、若い頃はねものすごく使いましたね。あのね、10代後半20代前半真空管アンプってね高くて買えなかったからね、あのトランジスタ、普段使ってるトランジスタアンプの手前にこいつつないでね、あのまあチュービシミュレーターみたいな感じでね、使ってましたけどね、ちょっと固めの音のトランジスタアンプでもね、こいつ手前につなぐとね、あのまあ使い方としてはね、ちょっと違うんだけどね、ちょっと深めにかけてね、トランジスタンプの手前につなぐとね、真空管アンプっぽい、ちょっとプリッとした感じがね、出せるからね、まあ買えないから、これをね、よく使ってました。あのね、会社の宴会とかなんかでもね、まあ必須アイテムっていうかな、必ず持ってきました。こいつと ST1 はね、必ずセットで持ってってましたね。うん、確かね、僕がね、19か20歳ぐらいの時に出て、これ買ったんだけど、僕もね、若い頃はよくわからんかったんだけど、まあ、その、高中さんの音がね、コンプレッサーかかった音だから、まあ、ああいう感じなんだろうなっていうことで買ったんだけど、大好きになりました。買って好きになりましたね、さらにね。うん、で、これが81年とか2年とかそこらに、これ出たのが確か81年ぐらいだよね、2っていうのがね。うん、でね、コンプレッサーって言うとね、まあその高中さんもあるんだけど、僕はね、やっぱり、郷ひろみさんのね、未完成って曲あるでしょ。あれでね、あの、つなぎさんがね、三原つなぎさんが、向かって右側でね、あの、モズライト弾いてたんですよ、当時ね。サンバーストの。その時にね、かかってたのはコンプレッサー、確かコンプレッサーの音をかかってたと思うけどね。あの、未完成のあの音がね、うん、なんかいいなってことでね、で、コンプレッサー買ったから繋いでね。まあ、あの、腕が違うからね。あの、まあ、でもそれっぽい、やっぱりコンプレッサーの音だよな、ということでね。あの、まだ持ってない人はね、この、いいですよ。こう、隠し味的にね、音を圧縮する、ね、均一にするっていうことで使うっていうのが本来の使い方だけど、僕はもう、コンプレッサー使うときはね、もう、がっつりかけて使うと。うん、だからあの、ダイナコンプの音大好きですけどね。これね。でも40年使ってて壊れないんだからすごいよね、ボスってね。ちょうど40年ちょっとだね、これね、買ってね。うん、まあでね、よくコンプレッサーってわかんない人にはね、どういう音かっていうとね、かかってないとね、ちょっとボリューム上げてあるからな、これ。で、コンプをかけると、ちょっと音上がっちゃうけどね。うん、こういう音です。あのこうグッとねこう圧縮した音ですよね。まあこういう音ですね。うん、あのコンプレッサーね、あのオーバードライブ系ね、歪み系の手前にね繋ぐとね。めちゃくちゃ良くなりますよ、感じ。はい。まあ、そういうことでね、郷ひろみさんのね、未完成の話が出たからね、まあ、一応なんちゃってコピーだけどね、当時のコピーのまま、コピーし直してないからね、当時の、音取った、耳コピーした音をね、そのまま全然変えてないんだけど、その時の感じはね、
な感じね、なんちゃってだけどね。はい、そういうことで今回はね、40年使ってるボスのね CS2、 うん、40年使っても、ね、また壊れないというね。これね、以前もお話したけどね、この、CS2 はね81年だから古い方だからね、 ECA アダプターってやつでね、 ACA ってやつね。だからこう中にね、平滑回路っていうか整流回路っていうかね、ああいうのが入ってるから、ちょっと高いんでね、供給電圧が高いタイプのやつでね、普通の AC アダプター 9V 入れると、中で平滑かかっちゃうからね、整流回路入ったらいちゃうから、ちょっと電圧がね、動作電圧が落ちちゃうから、ちょっとアダプターがちょっと違うんだよね。で、僕はこの普通のアダプターで、使えるようにね、中の回路をね、こうジャンプしてね、遮断して、ダイレクトにね 9V のアダプターが使えるようにね改造はしたんだけどね、それ以外は何もやってないんだけどね、ボリュームとかなんかもガリとね、こういうノイズ処理をちょっとねメンテナンスしただけで全然いじってないんですけどね。でも未だにね、まあちょっと CS2 は最近のモデルよりちょっとノイズはねちょっと高めなんだけどね、なかなかいいエフェクターだと思いますよね。まあ音としてはね、近年のやつの方が絶対いいと思うけど、ね、でもまあいかにもコンプレッサーっていう感じの音だからね、この CS2 って、ね、CS3 になるとちょっと音変わるからね、うん、まあね、まあヴィンテージエフェクターって言ってもいいかもしれないね、もうね81年だからね、うん、すごいね、僕は62だからね、これ19、20歳ぐらいに買ったわけだからね、まあ40年使ってるわけです。はい、ボス CS2 のお話でした。 Thank you.